リラクル600店舗の時、店を閉めた店は、何店舗ぐらいありますか？また閉めると決めてるタイミングと、その他店を閉める判断、理由はいかがですか？ご回答よろしくお願いします。この質問多いですよね。なんか閉める時の判断を教えてくださいみたいなこと多いんですけど、閉めたくなったら閉めるんですよ皆さんだって閉めたくなる時ってどんな時ですか？これ以上やっても集客無理だな、でも毎月10万円はプラスだぞ、続けるでしょ。これ以上やっても集客無理だな、毎月1万円マイナスだな、閉めますか閉めませんか？閉めるでしょ。思いません？毎月やって、あ、さっき閉めませんって言いましたよね、最初。毎月やってて、これ以上集客の見込みはない、でも10万円のプラスが出てる、閉めないでしょ。閉めないですよね。僕閉めますって言いました、最初。あ、言いました、間違い、ごめん。閉めないでしょ、そんなの。だって10万円毎月入ってくるんだから。だからそこがしんどい思いしてるとかだったら別ですけども、だから簡単な話ですよ。例えば今集客がどんどん増えてきそうです、でも赤字です、でも半年後には集客が超えて利益が出たら100万ぐらい毎月儲かるかもしれません、続けるでしょ。ただ単純にこれですよ。なので皆さんそこを分析してなぜ判断しないのかなって、いつもこの質問多いんですけども、当たり前の話なんですよね。おしっこ漏れそうな時にトイレ行きますかって聞かれてる感覚なんですけども、行くでしょうみたいな、漏らしたくないでしょうって、漏らしてもいいところだったら漏らしますみたいな、そんな話だと思うんですよね。なのでもうめちゃくちゃ当たり前のことを聞かれてる感覚なんですけども、僕もそういうふうに判断してますよと。で次なんですけども、店閉めた店リラクルは実はですね、ほとんどなかったんですよ。まあそうだな、600店舗の時点で言うと、もしかしたら10から20あるかないかっていうぐらいはあったかもしれません。でコロナになってやっぱりちょっと閉めざるを得ない店、効率よく閉めた方がいいよねって言って閉めた店は多分あると思います。ただ僕ちょっと経営に関わってない状況なので分かんないんですけども、いくつかは閉めたと思いますね、はい。僕の時は100店舗までは1店舗か2店舗3店舗もなかったかな、100、200店舗の時に4、5店舗閉めたことあるかもぐらいだったんで、はい、そんな感じでしたね。で今はやっぱりどんどん、ね、自社競合って言って自分のところが食い合ってるっていう状態なので、出せば出すほどやっぱ閉めるリスクっていうのは高くなってきてるんですけども、それでも今儲かってますね、はい、利益としては相当あるっていうふうには聞いています。いってらっしゃい。